はい、こんにちは、レトスノーノです。それでは12月25日の3問に入ります。 A が被用者 B の行為につき C に対して使用者責任を負う場合で、 A が C に損害賠償金を全額支払った場合、 B に故意または重大な過失がないときは A は B に対して求償権を行使することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。問題文の状況としては、被用者 B、従業員 B ですね、従業員 B がいて、使用者の A がいますと。で、A が被害者に対して、全額賠償金を支払ったんですね。で、今回この従業員 B が加害者なんですけれども、加害者に故意または重大な過失がないと、いった状況なんですね。なので、多少過失があったぐらいのイメージですね。で、その場合 A はこの B に対して求償できるかと。で、求償権っていうのは請求権っていう考えてもらってもいいので、全額賠償した A さんが B に対して、一部もしくは全額請求することができるかということが聞かれているんですね。で、答えはこれ、求償することはできるんですね。なので誤りです。使用者、会社等ですね、 A が、被害者 C に損害賠償金を支払ったときは、使用者は、従業員 B に対して求償することができます。で、この従業員の故意または重大な過失、これがあろうとなかろうとこれは関係がないんですね。よって、誤りになると。で、今回のポイントなんですけども、もう一つあって、それが求償できる金額なんですよ。どれだけ求償できるか、どれだけ使用者が被用者に請求できるかっていう、この金額なんですよね。で、これは判例で損害の公平な分担という見地から審議則上相当と認められる限度を求償できるって言ってるんですよ。で、これね、すごく分かりづらい、これ言葉、言い回しなんですよね。イメージとしては、使用者が、ちゃんと監督してなかったとか、変な人選任してしまってたとか、そういうふうに使用者の責任が大きい場合っていうのは、被用者に請求できる金額は少なくなるんですね。で、一方で、被用者の方が、責任が大きいという場合は、求償できる金額が大きくなると。そういったイメージでも全然問題ないです。そして使用者が、この社員ですね、従業員に求償できる理由なんですけども、これ考えると、使用者は監督とかね、選任の責任はあるにせよ、不法行為を行った張本人はこの社員 B なんですよね。従業員 B なんですよ。だから、会社が弁済したのであれば、悪いことをした張本人に対して、いくらかはね、求償できるというのは、請求できるっていうのは、当然だというふうに考えますよね。なので理解していただければ、これは全然簡単な内容ですね。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、続いてです。高県知事免許を持った宅建業者 A が営業保証金を金銭のみで供託している場合、免許替えにより主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、 A は遅滞なく変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない、丸か×かという問題です。これは丸ですね。まず金銭のみで供託していて、免許替えによって、供託所が変わると、いった場合、保管替えをするんですよね。で、この保管替えっていうのはどうやってやるかっていうと、この変更前の供託所に請求するんですよ。保管替えの請求するんですね。で、どんな請求するかっていうと、新しい供託所に営業保証金移してくださいねっていう風に請求するんです。あくまでもこれ、請求先っていうのは変更前、現在の供託所なんですね。この点を注意してください。変更後の供託所に請求するわけではないので、この点は注意しましょう。で、問3ですね。山林を開墾し、現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、農地法の適用を受ける農地とはならない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。基本問題です。農地法の農地かどうかの判断基準っていうのは、現況で判断するんですね。地目では判断しません。
現況っていうのは現在の状況です。現在どのようにその土地が使われているかってことです。登記簿上の地目には関係なく、現在農地として使っているっていうのであれば、それは農地法の農地なんですね。つまり本門は登記簿上山林であったとしても、現に農地として耕作している土地だから農地に該当するよというふうになります。今日は基本的な問題なんで、全部解けるようにしておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。